こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は NHK 大河ドラマ郷姫たちの戦国の第33話から第46話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。NHK 大河ドラマ郷姫たちの戦国第33話のあらすじは以下の通りです。郷姫たちの戦国の第33話徳川の嫁。郷の新たな長祖与号上野樹里は徳川家と豊臣家の間に生じ始めた不穏な空気を感じつつも、江戸での新しい生活を始めていました。郷は秀忠向井理との2人目の子供を身ごもるという喜びを経験します。大庭の局の圧力しかし、江戸城の奥を取り仕切る大庭の局加賀まり子は、郷に対して嫡男を産むよう強く迫ります。大庭の局は、徳川家の嫁としての郷の務めは何としても若君を授かることだと主張し、郷にプレッシャーをかけます。郷の決意、大庭の局の要求に対し、郷は自分の意思をはっきりと示します。郷は男児を産んでやろうではないかと宣言し、大庭の局に対して今後は男児男児と騒がないようにと応じます。このエピソードでは郷が徳川家の嫁としての役割に直面し、大庭の局との間で緊張が高まる様子が書かれています。郷は自分の立場をしっかりと主張し、大庭の局の圧力に屈することなく自分の信念を貫く姿が書かれています。また徳川家と豊臣家の間の政治的な緊張が背景にある中で、郷は家康の嫁として、そして母としての新たな章を歩み始めることになります。この物語は郷の内面の成長と家康の家における彼女の役割の重要性を強調しています。 NHK 大河ドラマ郷姫たちの戦国第34話のあらすじは以下の通りです。郷姫たちの戦国の第34話姫の十字架。平穏な日々、郷上野樹里は江戸城で2人の娘千姫と玉城と共に平穏な日々を送っていました。家康の計画、徳川家康は大阪城の西の丸に入り実権を握り、石田三成をおびき寄せるため会津の上杉攻めを企てます。秀忠の重責上杉攻めの総大将に郷の夫徳川秀忠が任命されます。重い役目に秀忠は断ろうとしますが、命令は絶対であり出陣の決意を固めます。三成の反撃、石田三成は沢山城で謹慎中でしたが、ついに兵を挙げます。三成は上杉攻めに向かった武将の妻子を人質に取り大阪城に集めますが、細川ガラシャはこれを拒否します。ガラシャの最後、細川屋敷を取り囲まれたガラシャは家臣に自分を殺すよう命じ命を絶ちます。キリシタンであるガラシャは自害が許されないため家臣に殺させたのです。関ヶ原の前兆として天下分け目の大戦、関ヶ原の戦いが始まる前兆となります。細川ガラシャの死は散りぬべき時を知りつつも運命に抗う悲劇として書かれています。このエピソードは郷が家康と三成の間で高まる緊張を感じ戦争の不安に苛まれる様子を書いています。また歴史的な背景として関ヶ原の戦いに至るまでの政治的な動きが緻密に書かれており、登場人物たちの心理描写が深く掘り下げられています。特にガラシャの最後は信念と運命の間で揺れ動く人間の葛藤を象徴する重要な場面となっています。 NHK 大河ドラマ郷姫たちの戦国第35話のあらすじは以下の通りです。郷姫たちの戦国の第35話、幻の関ヶ原。郷の願い、江戸で郷上野樹里は夫徳川秀忠向井理の無事の帰還を願っていました。一方、石田三成、萩原正人の挙兵を受けて徳川家康、北王子金也は上杉攻めを中止し全軍を西へと向けます。秀忠の苦戦、秀忠は途中上田城の真田幸村浜田学を攻めるも苦戦を強いられます。この戦いは秀忠にとって大きな試練となります。工事の決断大津では両軍の板挟みにあった工事斎藤匠が西軍を離脱します。
妻初水川麻美と共に籠城し、西軍の攻めをしのぎます。関ヶ原の火蓋関ヶ原で決戦の火蓋が切られる時、秀忠はまだ戦場にたどり着けていませんでした。このことが後の歴史の流れにどのような影響を与えるのか、視聴者には大きな関心事となります。このエピソードでは関ヶ原の戦いに至るまでの緊張感が高まり、主要な登場人物たちがそれぞれの立場で葛藤し、決断を迫られる様子が書かれています。豪は夫の安全を願いながらも、戦国の世の厳しさと運命の不確実性に直面しています。 NHK 大河ドラマ豪姫たちの戦国第36話のあらすじは以下の通りです。豪姫たちの戦国の第36話、男の覚悟。関ヶ原の戦いが徳川方の勝利で終わり、敗れた石田三成は捕らえられて処刑されます。この時、豪上の樹里さん縁は第三子を妊娠中で、夫秀忠向井治さん縁の帰還を待っています。しかし女中夏朝倉亜希さん縁が秀忠の子を産んだこと、そしてその子が男の子であることを知り、豪はショックで寝込んでしまうのです。このエピソードは豪が直面する個人的な試練と歴史的な出来事が交錯する重要な局面を書いています。 NHK 大河ドラマ豪姫たちの戦国第37話のあらすじは以下の通りです。豪姫たちの戦国の第37話、千姫の婚礼。このエピソードでは豪上の樹里さん縁が次女の玉木を前田家に政略結婚で嫁がせたことに悲しんでいる場面から始まります。その中で豪は4人目の子を妊娠していることが明らかになります。一方、大阪城では豊臣秀頼のもとに新年の挨拶に来ない徳川家康に対する不満が高まっていました。しかし家康が現れた時、彼が征夷大将軍に任じられるという驚くべき報告をします。これにより豊臣と徳川の関係を強化するため、豪と秀忠の長女千姫と秀頼の婚儀が決定します。徳川と豊臣の対立が続く中、千姫と秀頼の婚儀に動揺する豪。秀忠はこの婚儀が和平の証である戸郷を説得します。やがて千姫は大阪城に腰入れし、豪も付き添います。大阪城で淀と久しぶりに再会し、成長した娘の菅とも再会します。菅もまた公家への腰入れが決まっていました。千姫の婚礼後、豪は姫を出産します。豪はもう自分の娘を政略結婚の道具にしたくないと感じ、姉初の強い勧めで京極家へ養女に出すことを決めます。この話は個人的な感情と政治的な戦略が複雑に絡み合う戦国時代の女性たちの苦悩と決断を書いています。 NHK 大河ドラマ豪姫たちの戦国第38話のあらすじは以下の通りです。豪姫たちの戦国の第38話、最強の乳母。このエピソードでは豪上の樹里さん縁が夫秀忠向井治さん縁との間に第五子を出産し、待望の男子が誕生します。二人は世継ぎの誕生を喜びますが、その喜びもつかの間、大場の局加賀真理子さん縁が家康北大路欣也さん縁が選んだ乳母福富田康子さん縁を連れてきます。福は後に春日の曲として知られるようになります。この話は徳川家の世継ぎとしての重要な役割を担う子供の誕生と、それに伴う大奥の動きを書いており、政治的な背景と家庭内のドラマが絡み合う展開となっています。 NHK 大河ドラマ豪姫たちの戦国第39話のあらすじは以下の通りです。豪姫たちの戦国の第39話、運命の対面。慶長16年、豪上の樹里は2人目の男子国松をこの世に迎えます。母としての喜びもつかの間、長男竹千代の世話を独占する福富田康子の存在が豪の心に影を落とします。福の手から竹千代を取り戻すため、そして母としての責任を全うするため、自分の父で育てるという決意を固めます。国松への溺愛は母性の深さを物語っていました。一方、政治の舞台では駿府の大御所家康北大路欣也と江戸の将軍秀忠、向井治が築き上げた二元政治が次第にその形を固めていきます。
家康は豊臣秀頼大河に京都二条城への上洛を求めます。この要求に対し淀宮沢里江は怒りに震えますが、19歳となった秀頼は自らの意思で上洛を決意。そしてついに家康と秀頼の運命の対面が実現します。この対面はただの政治的な会合ではありません。時代の流れを変える可能性を秘めた重要な歴史的瞬間です。家康と秀頼、2人の視線が交わるその瞬間は日本の未来を左右する運命の対面となりました。 NHK 大河ドラマ郷姫たちの戦国第40話のあらすじは以下の通りです。郷姫たちの戦国の第40話、親の心。家光の病気を福が家光の大病を隠していたことが明らかになり、郷はそれに対して強い不満を示します。家光が病気であるならば母として側にいたいという郷の母性が強調されます。竹千代の教育郷は竹千代を部屋に閉じ込めて学問に励ませることについても不満を持っています。竹千代はまだ8歳であり、郷は彼の教育方法に疑問を抱いているようです。国松の登場、国松忠長が登場し、郷に対して母としての優しさを称賛します。しかし郷は自分の行動について疑問を持ち始めます。大場の局との対立を福が大場の局と対立し、竹千代を世継ぎにすることについて直談判を行います。この中でお福は徳川家の将来について強い意志を持っていることが書かれます。このエピソードでは郷の母性や家族に対する思い、そして徳川家の将来に対する彼女の影響力が中心的なテーマとなっています。また登場人物間の複雑な感情や対立がドラマをより引き立てています。 NHK 大河ドラマ郷姫たちの戦国第41話のあらすじは以下の通りです。郷姫たちの戦国の第41話、姉妹激突。竹千代の振る舞い、江戸城で長男竹千代の傍若無人な振る舞いに郷は困惑します。福は将軍となる身であればそのような振る舞いが良いと反論しますが、郷は竹千代がまだ世継ぎと決まったわけではないと主張します。このやり取りを竹千代が襖越しに聞いてしまい、弟の国松にも傍若無人な態度をとります。徳川家康の圧力、一方徳川家康は大阪方に圧力をかけています。秀忠は父とは違い、豊臣と徳川で手を結び、太平の世を図こうと豊臣秀頼宛に文を書きます。宝光寺の金門大大阪では豊臣秀吉供養のための寺社造営が行われていました。家康は宝光寺に鋳造した金に難癖をつけ、豊臣方に抗議します。金には家康に対する図祖の文字が刻まれているとされ、淀は怒りに震えますが、片桐勝元と大倉京の局を使者にして徳川方に弁明の派遣を行います。豊臣と徳川の対立、家康は淀と秀頼に屈辱的な条件を突きつけます。大阪城を明け渡すか、秀頼または淀を人質として江戸に送ることを要求します。どの条件も拒否され、ついに豊臣と徳川は合戦に入ることになります。豊臣方には多くの浪人が味方し、その中には真田幸村もいました。このエピソードでは徳川家の内部対立、特に母としての郷の苦悩と大阪の陣に向けた両家の動きが書かれています。登場人物の心理描写や歴史的な背景が物語に深みを与えているようです。NHK 大河ドラマ郷姫たちの戦国第42話のあらすじは以下の通りです。郷姫たちの戦国の第42話、大阪冬の陣。大阪冬の陣の開始、このエピソードでは大阪冬の陣が始まります。徳川方が優位に戦いを進め、豊臣方を牢城へと追い込みます。和睦の提案優勢だった徳川家康は突如和睦を提案します。豊臣秀頼は和睦に応じようとしますが、淀は戦う意思を示し、和睦を受け入れるつもりはないと強く主張します。豊臣方の奮闘、豊臣方では真田幸村が奮闘しますが、依然として劣勢です。放火の仕掛け、家康は大阪城の淀のいる場所に放火を仕掛けます。混乱した淀は結局和議を受け入れることになります。
和議の成立、豊臣方と徳川方の和議が成立します。交渉役は豊臣方が上皇院で、徳川方が家康の側室阿茶の局です。大阪城の城郭問題、和議の約定に大阪城の城郭を囲む総堀を埋めることが加えられました。徳川方は豊臣方が埋めるはずだった二の丸と三の丸の堀まで埋めにかかっていました。この行為に怒る豊臣方は抗議しますが、家康には大阪城を裸同然とすることが目的だったという魂胆がありました。このエピソードは大阪冬の陣を中心に、徳川と豊臣の間の緊張と戦略、そして和議に至るまでの複雑な心理戦が書かれています。歴史的な背景とドラマの中での人物の感情が織り交ぜられ、物語に深みを与えています。NHK 大河ドラマ郷姫たちの戦国第43話のあらすじは以下の通りです。郷姫たちの戦国の第43話、淀散る。徳川家康の選択迫る家康は、大阪城にいる浪人たちを追放するか、秀頼と淀が大阪城から出て国替えを受け入れるかの選択を豊臣方に迫ります。上皇院の嘆願徳川と豊臣の衝突を防ごうと、上皇院が駿府にいる家康のもとに嘆願しに行きますが、家康の心は変わりません。郷の手紙一方、郷は姉の淀に大阪を出て江戸で一緒に暮らそうという手紙を書きますが、淀の心も変わらず再び戦うことを決意します。秀忠の戦阻止試み、郷の夫徳川秀忠も戦を阻止しようとして家康や弘大院に懇願しますが、大阪夏の陣の始まりを防ぐことはできませんでした。真田幸村の奮戦により豊臣方が一時優勢になりますが、最終的には壮絶な死を遂げます。淀と秀頼の最後、淀と秀頼は真田幸村の死の知らせを受け、豊臣の終焉を感じます。秀忠は大阪城に火をかけ、淀と秀頼がこもる蔵めがけて一斉に射撃します。結果、淀と秀頼は自害して果てます。このエピソードでは徳川と豊臣の間の緊張が高まり、ついに大阪夏の陣が始まることになります。家康の圧力、上皇院の嘆願、そして淀と秀頼の悲劇的な最後が書かれています。歴史的な背景とドラマの中での人物の感情が織り交ぜられ、非常に感動的なエピソードとなっています。 NHK 大河ドラマ郷姫たちの戦国第44話のあらすじは以下の通りです。郷姫たちの戦国の第44話、江戸城騒乱。江戸城での勝利の宴、大阪の陣で徳川方が勝利した後、江戸城では勝利を祝う宴が開かれます。しかしこの宴での竹千代の振る舞いに郷は憤りを感じ、叱りつけます。福との対立、竹千代の御馬福は淀殿を討つ命を下したの覇郷の夫である秀忠だと告げます。これにより郷と福の間にはさらなる対立が生じます。武家諸法度の発布、徳川秀忠は武家諸法度を発布し、名実ともに将軍となります。これに対して家康は安堵する一方で、娘の千姫と妻の郷は秀忠への疑念を強めます。秀忠の近い郷は秀忠に大阪の陣で姉を死に追いやったことを問い詰めます。秀忠は涙を流しながら、天下太平のために血を流すのはこれが最後だと誓います。千姫の帰還、上皇院に付き添われた千姫も江戸城に戻ります。上皇院は郷が国松ばかりを可愛がり、竹千代との間に壁を作っていることに気づき、郷に対して竹千代と国松を分け隔てなく接するよう諭します。このエピソードでは大阪の陣の後の徳川家内部の動きや人間関係の複雑さが書かれています。特に郷の心情や家康、秀忠との関係が重要なポイントとなっており、ドラマの中での緊張感が伝わってきます。 NHK 大河ドラマ郷姫たちの戦国第45話のあらすじは以下の通りです。郷姫たちの戦国の第45話、息子よ。家康が倒れる。江戸の静かな日常に緊張が走ります。徳川家康園北大路金屋が倒れたという知らせが届き、一同は動揺を隠せません。
家康の娘であり秀忠の正室である豪遠上野樹里は夫秀忠遠向井治を見舞いに送り出しますが、節の間には久しぶりの再会にもかかわらず心の距離を感じさせる会話が交わされます。豪の決断、豪は家康のもとへ自らも向かう決断をします。駿府への道中、約草摘みをしながら義父家康に対して徳川家に嫁いでからの複雑な思いを打ち明けます。家康覇号の言葉に心を動かされ一時的に元気を取り戻します。家康の再びの倒れる、しかしその回復は長くは続きません。家康は再び倒れ、今度は死を覚悟します。生涯の終わりを感じた家康は秀忠に対して自らの意思を語り始めます。これは父と子の間の深い絆と家康の歴史に残る遺言の瞬間です。このエピソードは親子の絆の深さと時代の変遷を迎える徳川家の重要な節目を書いています。家康と秀忠、そして豪の三者の心情が繊細に書かれ、視聴者に深い感動を与える内容となっています。NHK 大河ドラマ豪姫たちの戦国第45話最終話のあらすじは以下の通りです。豪姫たちの戦国の第46話望み、秀忠向井治は徳川の世継ぎを竹千代水原康太と定めました。しかし秀忠に隠し子がいることが発覚し、豪上野樹里は2度目の浮気に怒りを感じます。その隠し子、高松後の星名正幸小林海斗が竹千代、国松松島海斗と無邪気に遊ぶ姿を見て、豪は自らの考えの狭さに気づきます。豪は正室の子も側室の子も皆徳川の子として育てたいという思いを抱きます。この思いが後に江戸城大奥を誕生させることになります。このエピソードは大河ドラマ豪姫たちの戦国の最終回にあたり、放送は2011年11月27日でした。視聴率は 19.1% を記録し、同時間帯に男子サッカーや男子バレーボールが放送されたことも影響しているかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。